はい。ピンチではないおじさんになってます。ここでは。はい。はい。こっちのやっぱり右、前後差がね、ちょっと気になるところですけど。はい。あとは内側になるべく、そう、今みたいに内側に落としていきながら、ここで突っ張って内側に落としていって、そうですね。はい。早いのは右立ち上がりで、左にちょっと重心が早いので、もうちょっと待ってください。はい。はい、入射角ね、しっかり意識する。入射角、入った角度で出ていくように。ここの角度でここに入る。そう。ちょっとやっぱり、立ち上がりが足首を使ってないので、ちょっと股関節を使ってる感じがあるので、もうちょっと足首で、かかとピョンって上げる感じで、ぐらい足首もうちょっと伸ばして入りましょう。久しぶりっていうかね、初めてかな。はい、見ましたけど、エッジは非常にいいと思います。エッジの感じはいいと思いますね。特に、左踏みはすごくいいですね。で、右踏みの時なんですけど、右立ち上がってこっちですね、すぐ左側に重心移動しちゃうので、もうちょっと内側に、一旦内側に立ち上がってから次のターンに入ればいいと思います。立ち上がった時にすぐ、振っちゃうんですね。こっちはいいんだけども、左立ち上がり、こっちの立ち上がりの時に、振っちゃいますね。それの時、なんでかというと、左立ち上がってる時に、右足のここの時点で前後差がめちゃくちゃ出てるので、ここ平行にするともうちょっとアウトエッジかかって、内側に飛び込めるんじゃないかなと思います。